アイダホジリスは、ネズミメリス科に分類されるジリスの一種。2種があり、共に、アメリカ合衆国アイダホ州に分布する。アメリカ合衆国アイダホ州体重120から2 9 0ム体長209から2 5 8トル尾長39から6 5ト、mm、ル平均2 3 3トル性的二なりであり、一般的にオスは、 メスよりも体が2.5%大きい。背中は肺褐色で反転がある。腹部は肺褐色から黄色がかっている。巣穴の近くにいるアイダホジリスポンデローサマツやタグラスモミの森に囲まれた山間部の草丈の低い草原に生息する。北部のアシュエス、ブラニアスブラニアスはバレー軍とアダムズ軍の標高線150、550メートルの 岩の多い土壌に見られる。南部のアシュエス、ブラニアス・エンデミカスは、ゼム軍、ワシントン軍、ペイエット軍の標高を670から975メートルの起伏している丘や、谷、盆地、平地に見られる。地下に巣穴を掘る。巣穴は浅く岩の多い土壌にあり、広範囲にわたる。入り口は岩や丸太の下に作られることが多い。食事は、植物、種子。 約7ヶ月間、冬眠する。南部の亜種は1月末から2月初めに冬眠から、目覚め、6月末、7月初めに、地上での活動を止める。北部の亜種は3月末マイナス4月初めから、7月末マイナス8月初め頃まで地上で活動する。年間の活動期間は、春の融雪と夏の植物の乾燥によって制限、されている。繁殖は、 春に冬眠から目覚めてすぐ行われる。オスは他のオスからメスを守り、交尾後、メスは自分の巣穴からオスを締め出す。妊娠期間は約3週間。一度の出産で2から10頭を産む。3週間で離乳する。捕食者はアメリカアナグマや草原ハヤブサなど、個体数の少なさや制限された生息地のため、銃殺や毒殺は、 アイダホジリスを脅かし続けており、長期的な個体数は不安定である。国際自然保護連合のレッドリストにおいて絶滅危惧種に指定されている。発生地域は5000平方キロメートル以下、生息範囲はひどく断片化しており、生息地の広さと質の減退が進行している。生息地の数と同様に個体数も減少傾向にある。生態の総個体数は少なくとも、 数千頭と考えられる。北部の亜種にとっての主な脅威は草原の喪失と断片化である。毒殺や草丈の高い外来種に在来植物がとって変わられてしまうことも大きな悪影響を与える。その他の脅威として家畜の放牧、巣穴を破壊するオフロード向け車両の使用、コロンビアジリスとの競争、レクリエーションとしての狩料などがある。 南部の亜種の減退の原因は、低木ステップの農地への転換、毒殺、外来種の牧草の侵入、及び低木の喪失による草原の退化などが挙げられる。草木の種の構成が変化し、自立の日常の食物の質と確実性は低下している。狩料や毒殺は歴史的にありふれたものだったが、この脅威は、 近年の取り締まりの変化と教育上の努力によって減少すると見られる。今泉義則監修。世界哺乳類和名辞典平凡社、1988年。ISBN 978から45億8210万7111。AB。ノースアメリカンマーマルズ。スパーマファラス・ラネス。国立自然史博物館。2013年4月3日閲覧。 abc ジェンソン e シャーマン pw, スパーマファラスブラニアス。マメイリアンスピーシーズ560オリジナルの2016年3月4日時点におけるアーカイブ。https コロンスッシュスラッシ a r c h i v e o r g スラッシュ web スラッシュ二零一六零三零四一一四一二三スラッシュ http www.science スミス pdf, i0076-3519560010001pdf, abcde デジタルアトラスオブアイダホエントリー from, アイダホ州立大学 ab 小原秀夫浦本正樹太田秀俊、松井正文編長動物世界サンレッドデータアニマルズ1ユーラシア北アメリカ講談者2000年 isbn 九百七十八から四十億六千二百六十八万七千五百十五。a b c d e f g h i j k l m n o p q r s ジェンソン・ e＆ ネイチャー・サーブ、スパーマ・ハラス・ブラニアス。iucn レッドリスト・オブ・セレクト・オブ・スピーシーズバージョン二千八。インターナショナル・ユニオン・フォー・コンサーベーション・オブ・ネイチャー。二千九年一月八日閲覧。 ありがとうございます。